はいどうもお疲れ様です。11月30日朝6時の相場解説になります。まず日足を見ていくと下落トレンドに入ったいろんなね、痕跡を見ることができます。一つは最近話題によく出す移動平均線との関係ですが、移動平均線の下にローソク足があるということは、これ下落トレンドに入っているということでございます。上昇トレンドにある時ってのは常にこの移動平均線よりもローソク足上の方にあります。さらに乖離と接触を繰り返して高値切り上げ、安値切り上げを作っていくことがわかります。となるとこのトレンドの転換はここにあるというふうに言えますよね。そして、他の要因としては小さな陰線、大きな陰線、さらに大きな陰線が出てるってことです。で、今形成中のこの陰線は上下に触れてヒゲが出ていますけども、上ヒゲを残して下が実体で埋まって確定するようなら、さらにこれは下落の勢いを増すっていう風にテクニカル的に見て取ることができます。あとはですね、ファンダメンタル的な要因なんですけども、日銀の方が来年から、どうもね、金利をもうちょっと上げてくるんじゃないかなっていう風な観測が取れます。1% までの長期金利だったものを 1% をメドっていう言い方に変えてきたのは前回お話した通りです。前々回ぐらいね。それからアメリカの金利なんですけども、FRB の理事の一人がですね、これからは利上げの方をちょっと抑えていこうかなと、金利を縮小しようかなって言ってました。金利をどんどん上げていくのを抑えていくって形です。そうなると金利が安くなればドルを買う人っていうのは減りますから、ドル売りの圧力の方が勝っていくと、さらに、円高の方がね強まっていくってことなんで、下落に入る、長期では下落に入るっていうような観測が成り立ちます。それが2024年の大まかな見方であり、もう徐々にそれが始まってきたのかなっていうふうに、考える。これが日足とか週足とか月足の見方になってきます。では、4時間の方見ていきます。4時間も移動平均線の下に集まってますよね。それから下落の勢いがちょっと強くなっているようには見えます。どう強くなっているかというと、この陰線の大きさが徐々に大きいのが目立ってきてるってことですよね。こことこことここと。ね。陰線と陽線でこうサンドイッチになってますけども、陽線を一つの境目としたら、陽線の前と後。どうですかね。前と後、前と後。陰線が大きいのが目立ってきているように思いませんか？そういう風に見て取ると下落の方が始まってるかなと。しかもここの下髭で抑えられているゾーンも突き破ってますからね、今ね。だからますます下に行くっていう風に見ることができます。はい。そして最後、日足を、1日間足を見ていきます。トレードするのは1時間ですから、1時間足に最も注目しなければなりませんけども、結局これも移動平均線の下にありますから、下落トレンドっていうのが終わってないでしょ。下落トレンドがずっと続いているということです。結局ここも上昇をしきれなかったんで下落していきましたよね。で、このように1日足、4時間、さらには1時間足も全部下落を示してますから、基本的には戦略はセルになります。その上でこの1時間軸を見ると、さっきまではちょっと違ったんですけどもね、これ収束になってきてるのかなってことです。大きな下の流れがあって、反発して上の方に来て、下の方に下がってきて、そして今上の方にね向かってますよね。これトライアングルが作られてるってことかもしれませんね。こういうふうな見方ができるっていうところと、あとは抜けていくんだったら、下の方に抜けるんじゃないかなっていうふうな見方です。はい。ここまでがテクニカルなんですけども、ただしですよ、今日は11月30日ですから、もしかして日本市場が開けた時に、決済が始まるかもしれないんですよ。何がしかのね。そうなると、テクニカルを超えた材料の飛び込みっていうのが起きてきます。この材料っていうのは予告された材料ではなくて、商取引上の大きな金額の決済ってことになります。一応ね、元々ある材料を見ていきますよ。水曜日、今日木曜日ですね。8時50分に集中してます。この辺りの数字が明らかになるんで、予測値よりも、それから過去の実績よりも大きく数字が動くようでしたら、チャートの方もテクニカルではない動きをするってことなんで、9時が警戒の一つのポイントになります。9時台ね。それから何もなければそのまんまテクニカルでトレードすればいいと思います。あと木曜日の材料は特に夜までないですね。夜にはデフレーターがありますんで、ここは警戒ですね。22時30分なんでポジション持ってる方はいないと思います。今日は月末なんで警戒するべきとしたら、こういったカレンダーに載っていない突発的な事業上の取引っていうのが起きる。で、それに関連した投資家さんの資金の出し入れも、これね、こういったカレンダーには書いてないですからね、突発的に起きるってことです。で、今日も明日も同じような形で突発的に何か起きるってことはね、ありますんで、月末とか月初になると。その分難易度は1ヶ月のうち最も強いですからね。その辺警戒してリスクの取れない方は今日と明日はお休みされてください。もうチャートを見に来るだけ、デモトレードするだけ。そういうことです。それから、あと、速報の方なんですけども、これですね。パウエル FRB 議長は、ウォーラー理事の見解に賛同するかどうかが鍵。そうそう、前回ね、ウォーラー理事が、アメリカの金利をもうこれ以上上げないでおこうかみたいなことを言われたので影響出たんですよ。で、それに対してパウエル議長も同意するのかどうかってことですよね。そのニュースがここに書いてます。まあいろいろ書いてますけども、結局はね、前回のウォーラー理事の米国金利ってのはこれからそんなに高くならないよと、避けていく方向に行くよっていうのにパウエル議長も同意するようだったら、これはまたね、円高の方向に触れる大きな原因になるということでございます。そこを覚えておきましょう。それでは、FX オリガルヒの皆様はまた9時台にね、追加放送いたします。